とにかくね、山本監督ももう1本大事打席打っちゃうともう首が上を向いてね、ずーっと俺はもう1本打ったんだということで、それをね、とにかくもう1打席もう1打席とくどいぐらい言わないとこのトラの場合は続かないんだということを言ってましたが、ニックネームはトラちゃん。うわー、スライダーです。 2-3。中西さん、この渡辺っていうのはコントロールが悪いのかと思ったら今のようにね、ギリギリに来ますね。そうなんですよ、ね、それでいい時はね、どのカウントからでも変化球掘れますからね、はい、このカウントフォークもあるしカーブもあるし ね。ああ、三振。そうだ、速いボールです。速いです ね。あ、これ中央はあれですね、今拍手をしてたのはこの渡辺投手の奥さんの真紀子さんですね。そうですか、最近は木村さん、日本の選手も奥さんをね、はい、こうやって球場に呼ぶようになりましたね。そうですね、まあ、以前のことから考えると随分変わりましたよね、この中央の茶色い襟のついた、コートを着ている方ですね。しかしどうでしょう、ね、引退試合の時ぐらいでしたもんね。奥さんが来るったら奥さんの心境とすればね、ちょっと怖いような感じもあるんじゃないですか。やっぱり女の人の度胸が良くなったんでしょう。まあ、とにかく今シーズンはもう自分でも振り返りたくないぐらいの悪いシーズンだったので、とにかくこの日本シリーズからまた新たな野球人生をスタートしたいという渡辺久信、まあ、そういう気持ちが山本さん今日は乗り移ってますね。今日は一球一球 ね、本当体全体使って投げると言いますかね、なんか力感が感じますわね、はい、この人は中西さん、悪い時にはちょっとバランスを一塁側のね、はい、ベース方向に崩すんですが、そうです、そうです、今日は非常にバランスもいいようです。まあ、この人にね、手応えあると感じさせたらあかんですね。ああ、そうですね、調子に乗せるととことんきますからね、フォーク。ただしかしね、この人も先ほど誰か北出ってことはね、バックとの援護のラファっていうのがあったんですよ、はい、この渡辺もそういうところあるんですね。今年もわりかしいい時にはバックが点取ってくるケースがありましてね、ワンチャンスで潰されるというケースがありますね。まあ、開幕のロッテ戦こそ完投勝利を収めたんですが、その時にも11安打を打たれまして、まあ、今年の不振の何か暗雲は垂れ込めておりました渡辺。あれも球威に押されました。セカンドの辻、上空は非常に日差しが眩しいんですが、2アウト。今年はとにかく木村さん、渡辺は一番悪い頃には6球でね、マウンド降りましたね。一つもストライクが入らずに変えられたっていうケースありましたから、もう屈辱だったでしょうね。まあ、その時に先ほどちらっと三塁側のスタンドで映った奥さんが、とにかく食事から体質の改善をしなきゃいけないということで、肉類をこう抑えたりね、野菜をこう多くしたりということで、もう本当によくね、プロ野球の奥さんはいいな言われるけど、本当大変ですよね。そうですよね、特にピッチャーはね、もう神経が本当に過敏な状態になりますんでね、今日カープで唯一のヒットを打っている小早川が登場しました。風は依然としてセンターからホーム方向の市民球場。こうなってくると山本さん、ちょっと一発というのもね、気をつけなきゃいけないですね。一発もありますしね、エラーもありますよ、はい、そういうのが突破口になりそうなね、そんな気配になってきましたね。5年ぶりのカープの優勝に本当に広島市民は燃えました。今日は当日売りで若干外野席が残っていたようなんですが、もう本当に超満員になりました。おっと、高めに2つ行きました。ワンスリー。
第2戦でも角が2つのフォアボールから崩れました。渡辺2アウトですが1-3。いい当たり、センターの左。しかし中西さん、秋山のスタートも実にいいですね。あ、いいですね。難しい、外へ外へ切れるような打球ですがね、はい、うまく追いつきますよ。まあ、ちょっとねミスをするとあれ左中間抜けていきますからね。あ、そうですよ。それと2回戦のクッションボールね、はい、あれもうまく取りますよ ね。あんな難しい状況の中でね、あのケースは西田がちょっとねホームランかと思って少しね、スピードを緩めて結果的にホームでアウトになったんですが、今の本当秋山のジャッジメントはいいですね、はい。まだどうでしょう、木野さん、この西武の守備力が功を奏したというケースはまだちょっとないんですね。そうですね、去年は非常に目立ったんですけどね、今年はまだそれを見せるところがあまりないですね。ですから森監督も第1戦はとにかくもうホームランで勝ったと、第2戦はとにかくランナーが出ないということで、もうサインの出しようが、ね、ないんだというようなことで、そこそこね、俺のこう腕の見せどころなんだけどということなんですが、やっぱりね、競り勝ちというのが西武の本当の持ち合いだったんですがね、そうですね、それがちょっと心当たりで欠けてきましたよね、うん、今年なんか、それが苦戦の原因ですね、はい。内角ストライクで1-2。決まりました。ショートの後ろです。これはどうやら追いつきそうです。ショートの石が掴みまして、カープも4回の裏無得点に終わりました。依然としてご覧のように得点が入りません。たくさんの旗が入れています広島市民球場。日本シリーズの第3戦4回終わりまして0-0、中盤5回の表に入ります。今日はゲストに中西太さんをお迎えいたしまして、解説木永幸男さん、山本和義さん、実況担当 TBS の松下健二でお送りしています。昨日私は取材終わった後、広島名物のお好み焼きをちょっと食べに行きました。行かれましたか。やっぱり台風の影響で名物のネギ焼きがちょっと今できないらしいですね、野菜が高くて。あ、なるほどね。まあ、この期間はとにかく両チームの選手はもう広島は今もう秋の味覚満載なんですが、なかなかそういうね美味しいものを味わうという時間はないでしょう。そうですね、渡辺セカンドゴロ。どうでしょう山本さん、両チームの監督さんとも1点か2点の勝負になってきたという雰囲気はもう持ってるでしょうね。そうですね、接戦になることは間違いないだろうという ね、こんな考え方を持ってるでしょうし、はい。まあ、第1戦の時にはとにかく西武のホームラン構成に全く、まあ、沢村賞も取りました笹岡が、まあ、沈没してしまったわけなんですが、これ山本さん、第2戦以降はもう全くの広島ペースになってきましたね。そうですね、まず川口が投げれるということはね、はい、これチーム全体が自信持ってきたことですから、で他のピッチャーも川口の投球内容を見てると、はい、西武の弱点も見えたでしょうしね、まあ、昨日第2戦の1勝というのは広島にとってはいろんなことを発見していくのに、はい、非常にいい勝利じゃなかったですかね、はい。それと木村さん、ちょっと西武の投手陣、まあ、各は1回使うとなかなか次の登板難しいですし、はい、渡辺富雄がここまで出てこないということになると先発1回かなという感じなんですね。はい、だから、まあ、西武のピッチャーの中で一番力のあるボール投げるのは渡辺富雄なんですよね。このピッチャーがおそらく、まあ、明日4戦目に1回しか出てこないというのは、うん、西武の投手陣にとっては苦しいですね。はい、それと中西さん、この広島の左打線に対して西武は小田といういい左がいるんですが、はい、この小田を使ってしまいますと次ワンポイントがいなくなるんですね。ないんですよね、それはやっぱり辛いところですね。そうですね、やっぱりそういうところでうまく長所短所というのはうまく噛み合ってますね、はい、そういう点では同じようなタイプだということは言えるんじゃないですかね。あ、今塩崎そして鈴木哲ですね、三塁側のブルペンに向かいました。西武は5回の表、今日2安打の辻、
ただ2戦目の石井がね、はい、いい投球しましたので、まあ、渡辺富雄があまり悪ければ石井という手もありますね。そうですね。石井もあの今年はちょっと背中を痛めたんですが、普通に投げてればもうストレートが速いですね。ファンもあります。球質も重いですね。ですから森監督はもう石井はもう使えるという手応えは掴んだと昨日の練習の時に言ってました。じーっと戦況を見つめる森監督、そして黒江コーチ。ああ余計なんだ。得意のシュートボールがボールになりまして、ワンアウトランナー一塁です。ああ黒江コーチの手が動きます。さあここでまた中西さん、こう平野をどう使うかというケースになってきましたね。そうですね。だからまあやっぱりカウントによってはエンドラン使いたいところですね、はい、普通ならまあ左バッター普通に打たしているわけですけどね、用心深いですね森監督、はい、今日は送りバント三振という平野。今年の日本シリーズは6打数で1安打だけ。平野も第2戦は9回はついに鈴木康友に変えられましたね。バッテリー警戒して1球外してきました広島、まあ、シーズン中にはやらないことだったんですけどね、まあ、川口との相性がねもともと中日の時代からあまり良くなかったんですよ、ね、うん、はい、で2戦のあのバッティングっていうのは本当に合ってなかったですから。そうですね、はい、ですから大野が逆に、あ、鈴木康友なら川口は取るだろうと思って、あそこ出番はないと思ったらしいですね。それがちょっと結果的に苦しむ一つのポイントになりましたと言ってましたが、三塁コーチボックスは井原コーチ。ワンエンドワンというカウント。先ほどはこのケースでスルスルっとこう辻がスタートを切るという盗塁がありました。引っ掛けた鈍い当たり正打、ランナー止まります。フォースアウト一塁はセーフ。こういう中西さん、短期決戦というのは、はい、このバッターの好不調というのははっきりと出てくるものですが、あ、そうですね、そこの流れをまず監督さんが掴むということは必要でしょうね、はい、だからまあリーグ戦とはずいぶん違った考えを持たないかんです ね、そうですね、そこのやっぱり好不調というのを早く掴まないかんでしょうね、はい、それと運の良さね、運の良さ、いわゆるシリーズ男とね言われるようなラッキーボーイがどうしても出てくるわけですが、今日は山本さん、この秋山がね、はい、北別府にちょっとあしらわれてる感じがしますね。そうですね、全然このタイミングが合ってないですよね、今のカーブの見逃し方もね、本来の形じゃないですもんね、待ちきれないんですね。だから本人の頭の中には少しこうインサイドのシュートというものの意識が強いんじゃないですかね、でもやっぱりこのツーアウト一塁一塁長距離打者は要注意ですね。そうですね、一番気が楽なんですよこれ、このケースはね。ヘルメットが秋の日差しを跳ね返している秋山。あ、危ない、あ、今の危なかった。あれが崩れるからね、あれが崩れなくピタッと足が止まればね、もっともっと確実なバッターになるでしょうね。あ、まあ、その点北別府のやっぱりスピードを変えるというところがうまいんでしょうね。そうですね、まあ、一時は自分の打球を目の近くにあったもんですから視力が 0.3 ぐらいまで落ちて本当に慣れるまで大変だったと言っていた秋山ですが、あそこあたりから西武が後半近鉄に追い込まれるんじゃないかと思ったら、あの休んだ間は良かったんですよね。そうですね、そうです ね、 ね、やっぱり大役は非常によく頑張ったという、はい、ランナー大きなリードでちょっとバッテリー外しました。2エンド2、次が秋田別府の100球目ということになります。だいたい1イニングスの投球数は20球前後。あ、秋山の応援の旗も振られています。
ランナー動かず2、3になりました。あの球で勝負するはずだったんですかね、はい。ネクストバッターサークルには清原が登場しています。どうしても池谷ピッチングコーチも言ってましたが、西武の場合はこの後ろのバッターが目に入ってきてですね、非常にそれがプレッシャーになると。そうでしょうね、この打線ですからね、はい。ランナースタートを切りましたがショートゴロ。秋山これで3打数ノーヒット。1回の表のワンアウトランナー3塁でサードゴロ、そして三振、今ショートゴロで5回の表が終わりました。0対0です。1991 Nippon Series。 5回の裏、先頭バッター辰川、初球攻撃だったんですがショート石毛へのゴロ、ワンアウトになりました。2回にもワンアウトランナー2塁3塁というチャンスで高めのボールに手を出して三振に倒れました辰川です。今のも初球のストレート、山本さん狙ってますね。狙ってますね、やっぱりそういう徹底することは大事なんですよね、はい、打ち損じないことですよね、さあしかし山本さん、この渡辺久野もですね、ストレートは走っている、変化球も切れている、そして適当に荒れているということでなかなか捉えづらいですね。ですね、だから徹底しないといけないでしょうね、もう辛抱強く待つと言いますかね、まあ、試合の冒頭で石川アナウンサーもシーズン後半はセットポジションの投球をしていたという渡辺サモンなんですが、まあ、昨日の練習の後まだノーワインドアップでいくかあるいはセットでいくか決めてないんですと言ってましたが、今日はノーワインドアップで非常に伸び伸びとピッチングを続けています。こうなってくると木村さん、今日小早川が2安打ですね、はい、やっぱりカープとしてはこの小早川の前にランナーを出したいという、出したいですね、ちょっとね1番2番3番がピタッと押し出してますんで ね、はい、あーいいボールですね。近めに今スライダー気味に来たんですかね。スライダーですね、近めの。まあ、あのカープの打線に関しては渡辺久信はとにかくあの西田さんがね何を待ってるかわからないタイプなんでやっぱ西田さんをかなり嫌でしょうね、マークしたいと言ってましたけどね、もう本当にあの球種絞ってそのコースまで絞って、一振りにかけてきますんでね、はい、まあ、渡辺というピッチャーからすると嫌なタイプですよね、はい。今年はもうこの正田が山本さん3ゲーム先発から外されるというね、はい、時期もありましたが、そこからよくまた這い上がってきましたね。まあ、この人はね本当にこのどういうんですか、自分の力には信じてプレーするタイプの選手ですね、はい、やっぱり自分はできるというね、絶対的な自信持ってますよ。今年は7月の終了時点では2割6分8厘しかなかったんですよね、この正田が。本当にホームラン8本も打ちました。そうなんです、はい、だからちょっと正田らしくないシーズンでもあったという感じですかね。今年はそういえば木村さん、辻もホームラン8本で自己最多なんですね。そうですね、そういう年なんですかね、今年は。ただあの5年前 のシリーズを思い起こすと、この正田と辻がなかなかね華麗なプレーの応酬というのがありましたね。正田にフォアボール、これで打順がトップに戻ります。まあアウトカウントは違うんですが、山さん、ちょっと第2戦と同じような感じのね正田のフォアボールです。いや、それとですね、広島はこういうワンチャンスを生かすことがね、はい、今年のチームの傾向としてね、1年間戦ってみて非常に多いんですよね、ワンチャンスをものにするという強さはね、本当に今年光りましたね、はい、特に逆転が一番いいんでしょう。そうですね、34試合ですね、ツーアウトから逆転を取りましたもん ね、取りましたね。だから相手が非常にこのダメージを受けるというね、はい、こういうゲーム展開が非常に多いかったと思うんですから、まだこれでも期待できますよね、はい、上位につながったということは。今日2三振、バッターボックスの野村。まあ、中西さん、西武サイドから見るとマークドはやっぱりこの野村が一番
大きいと思うんですよね。そうですね、この人は長打もありますからね、はい、このシーズンはホームランを10本打ちました野村。非常に構えとっても柔軟性がありますからね、今日はしかし第1打席が2エンド1から空振り、第2打席は2ナッシングから見逃し、したがって今日はまだ1回もバットに当たってないですね。ボールが ここは十分に盗塁ということも考えておかなきゃいけません。ああ外しました。これですね木村さん、やっぱりどうしても投げるボールが多くなりますもんね。そうですね、ここでもうランナーをどうしても気にしなきゃいけませんし、ね、はい、まあ、広島サイドから言えばここはもう本当にいい時に走っていいというサインが僕は出てると思いますね、走った空振り、ああ逆になりました。送球盗塁成功です。ツーアウトランナー二塁。 いよいよ中西さん、はい、カープペースのゲームになりつつあります。あその通りですね、あれは前田があれ前の回で試合で走ってるわけですね、はい、あれはかなり伊藤キャッチャーにもプレッシャーかかってますね。あそうですか、こんな伊藤を見たことないですよ、今のでももう完全にそれてますもんね、はい、たとえ盗まれてもいいところへ放るのが伊藤のいいところなんですかね。キャッチャーも力みますよね、走るのが分かってるだけ、そうですね、いい当たりファウルです。今日初めてバットに当たったという野村ですがファウル。これどうでしょう木村さんね、西武というのは自分の型というものを、ね、当然持っているわけで、それと同じような型を持ち合わせているチームというのはパシックリーグにいないわけですね。そうですね、こういうしつこいというのはね、まあ、どっちかというとこのチームがセントラルリーグの野球を代表していると言っていいんじゃないですかね。あそうですか、セントラルというのはどっちかというと駆け引きでしつこく粘っこくいくという戦い方しますから、はい、ウエンドワンです。反対にパリーグの方はやっぱ華やかですよ ね、そうですね、ホームランの打ち合いっていうのが、ただちょっと味方によってあっさりしてますよ ね、やっぱり中西さん、パリーグの場合はもう力と力の勝負っていうのははっきりしてますもんね。してますね、やっぱり、まあ、近鉄は非常にこの西武が好対照のように見えますけどね、はい、そういうところは見てますよ ね、中心打者の大きなところとかね、はい、まあ、守りのところでバランスが取れたのがセーブであるということですね、その守りをどう突き破っていくのか。カープバッター野村、キャッチャー伊藤はいやいや外側に寄ろうとしましたが軸足を外しました。渡辺久信、これまでのパターンですと木村さん、こう落としてくるかストレートで、ね、感じそうですね。今日の野村にはストレートでとにかく攻めてますね、はい、今日はこの打席のここまで野村には変化球1球もないですね。なるほど、全てストレートで押してますね、はい、結局ボールがちょっと落ちたのでうまくこの野村っていう選手は拾うのがうまいですよね、はい、だからそれは本当によく研究してるなっていうところありますね、はい、やはり山本さん、この野村もいいバッターとして成長しつつあるんですが、弱点を探すとインサイドのストレートという感じですか。そうですね、体が少しこう静止しながら打ちますからね、だからそれはどうしてもインサイドの速い球っていうのは打ちづらいと思いますよね、だから今年は極端にこの右方向への打球が少ないですね、はい、センター中心にレフト方向のヒットが非常に多かったですかね、はい、
まあ、左投手も強くなりましたしね。そうですね、非常にいい選手に成長しましたね。とにかく太陽戦は26戦で24回左が先発してる、はい、そこで3割を、ね、野村打ったんですから。そうですね、久しぶりじゃないですかね、左ピッチャーに絶対の信頼を置けるバッターが出てきたというのね、はい、大抵は監督が左ピッチャーが出てくると左バッター変えるというケースが多いんですかね。0対05回の裏、6球目です。低め、あっとファウルです。キャッチ落としました。野村は命拾いです。もう掴んでいれば三振というケースでしたが、これしかし中西さん、この渡辺も一歩も後引かないですね。そうですね、グイグイ来てますね。伊藤にすればね、やはり前の2打席よりのスピードがやや追ってきとるんでね、うん、その点ちょっとストレートで押そうとはしてますけど、なんとか対抗しとるということですね、はい。まあ、この人がやっぱり左のピッチャーを打てるようになったということは、引きつけてレフトに打てるということですからね、はい、緩い球はやっぱり禁物でしょうね。そのレフトの吉武は少し前に出てきました。センターも左中間に寄っています。トゥエンドワン詰まってますね。ああ、伊藤が珍しく三塁側のダグアウトちょっと見ましたね。今迷ってんですか。迷ってますね、変えた子はないんでしょうけどね、変えるかのごとく見せたいわけね。なるほど、2エンド1、7球目、2アウトランナー2塁、あー落とした、ワンバウンドになりました。ランナーは三塁へ。ようやく今伊藤がボールを拾う。長打三塁ストップ、ワイルドピッチ。これが怖いんですよ、キャッチャーとしてはね。だけどこれだけね、さっき中西さんおっしゃったように、はい、ストレートが落ちてきてるってのは一番キャッチャーが分かるわけです、はい、そうするとフォークボールって言うんですが、これを怖がってたんですよね。力んでみますからね、はい、もう今ずいぶん手前で弾みましたもんね。本当に力あれば村本のストレートで、ね、行きたいところでしょうけどね、はい、そこをちょっと要求しづらいというね、はい、伊藤の気持ちが表れています。これ今度三塁まで行きましたから、もう一回やると1点になります。これは渡辺は大ピンチになりました。0対05回の裏、この3人うなずいた。今日2三振の野村、あー落とした。あーやっぱり伊藤もね、大したもんですよ。そうですね、投げた渡辺もね、はい、これまた実に山本さんいいところに落ちましたね。そうですね、一番投げづらいボールでしょ、でしたらね、よく投げましたね。近めに来て、しかも低めに落ちるんですからね、沈みました。これはやはりさすがにもう信頼感ですよ、キャッチャーへの信頼感ね、信頼感ね、うん、素晴らしいピッチングをしました。5回が終わりました。日本シリーズの第3戦0対0です。いやしかし今日はお客さんもですね、なかなかこの投手戦木村さん堪能されてるんじゃないでしょうか。そうですね、お客さんとしてはね、点がこうポンポン入る方がアワーとやれますんで、あれなんでしょうけども、なかなか見応えのある今日はありますね、お互いのピッチャーが持ち味出してますんでね。さあそれではですね、この両チームが5年前にこの広島市民球場、そして西武ライオンズ球場を舞台に日本一の覇権を争ったんですが、現在監督の山本浩二さんが4番の時代でした。その山本浩二が第1戦でホームランを打ったシーン、ちょっとプレイバックしてみましょう。これこの前に小早川がホームランを打って、はい、そして森監督ね、当時新監督ですが、マウンドに行ってとにかく読まれないようなピッチングをというようなことを言ったんですが、このスライダーをライトに持ってたんですね。塩がね、意地になったんですね。勝負に行ってしまいましたよね。あ、これが現在の山本監督。だいぶ中西さん、はい、ふっくらしましたね。そうですね、しかし若いね、やっぱりまだ、はい、まだまだ、うん、まあ、結局山本さん、この年は第8戦まで行ったというね。そうですね、シリーズでもうこれ1回しかないんですね、第8戦は。しかしなんとなく山本さん、ムードを見てますとね、その5年前と同じような本当に1点を争うというシリーズになってきましたね。そうですね、それだけやっぱり、まあ、両軍ともピッチャーが充実してると言いますかね、そうです、そうです、力を持ってるということじゃないですかね、
6回の表清原がバッターボックスに入りました。また達川の鼻にちょっとね白い歯がこぼれてますが、まあ、木下さんは達川がマスクをかぶってバッターボックスってケースはないんですが、やっぱりやりづらいでしょうね、まあ、後ろからブツ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 言ってますんでね、どうでしょう。中西さんは以前野村さんのささやきの中でね、はい、随分対戦されてましたが、はい、そのささやきというのはかなりこう答えるもんですか。いや僕には言わんですよ。いや2つ言う人と言わない人と2つ違えばね、あーはー、随分違うでしょうし。なるほど。僕はもう入団したっての頃はまだジャイアンツの今の森監督がジャイアンツのレギュラーですからね、随分後ろから脅かされました。脅かされた、打つなって言うんですよ。打つなったってね。一瞬ドキッとしますよ。でもバッターボックスでね、そのドキッとしたら負けなんですよね、バッターは。まあ森監督はこのシリーズというのはお互いのダグアウト の勝負というのもあるんだけども、まあそういう探り合いでは一度も負けたという感覚は持ってないんだと言ってました。例えばあの川口が言ってたんですけどね、あの西武はあの川口が非常にこう早く投げたがるもんですから、間合いを外したりしましたね。いろいろやってますけどね、ただ川口はね、それが逆にあの自分にはいい間になりましたと、言ってましたね。あの2戦目の川口は本当に自分自身のコントロールがうまかったですね、はい、そうですね。もう力みそうなケースが何回もあったんですけどね、でもあのピッチャーのいい時はね、本当どう何やってもダメです、はい、まあ、しかし今日の北別府も本当に持ち味を発揮しています。ワンスリーバッターは清原。ああ、これは簡単にやらかせました。松下さん、はい、石川さん、今日ですね、初めて円陣をこのイニングの始まる前に組んだんですよね、で、ヒロのバッティングコーチは今シーズンうちが円陣をペナントレース組んだ時には 80% から 85% の確率でチャンスが生まれているって言うんですね、はい、で、じゃあ毎回組み合いいいじゃないでもそういうもんじゃないらしくてね、やっぱりポイントがあるって言うんですよ、はい、例えば第2戦ですとね、第1戦は1回も組まずに、はい、第2戦は4回に組んだ後デストラーでのホームラン、9回に組んで大きなチャンスを掴んでるんですね。あ、そうですね。で、今日まあこうしてチャンスを掴んだわけで、ね、ここら辺がポイントなんですがね、やはりあのボールがスコアラーからいろいろデータが入ってきて絞れる頃に組むのがやはりいいんではなかろうか。なるほど。こういうことを言ってますね。あ、3年間から石川アナウンサーがお伝えしましたが、そういう意味では山本さん、そろそろ西武も絞れてきたと、それは北別府のね、傾向というものが出てますよね、はい、やっぱりそういうものを拾っていくと傾向が出ると思いますよ、でどれが一番ストライクを入っているかということにおいてターゲットも出していくと思うんですよね、はい、だからまあこの球を狙いなさいというそういうふうなものがはっきり言えたんじゃないですかね、それとね、松下さん、もう一つは、はい、そろそろ北別府の交代時期なんですね。あ、100球超えてますね。球数が110球近くなってきたでしょ、うん、はい、そうですね。そうすると大体120球っていうのが一つの目安になってるんですね、はい、シーズン中から、だから広島ベンチが今からは大変ですよね。現在108球、これが109球目ストライクになりました。まあ、ある意味では北別府は5回というのを一つ目処で言ってると思いますね。そうですね、もう今日ベンチの考えは5回だと思うんですよね、で5回で2点というそういう感覚で入ったんですけども、これも、はい、ここまで本当に期待以上の働きはしてくれてますね、近めのスライダー 2-2、 デストラーを迎えている広島の外野は本当に非常に深い守備、そしてショートの野村もセカンドキャンバスの右後ろにいます。これは山本さん、かなり今日も広島は極端なシフトですね。そうですね、まあ、大体打球方向というデータが一番、まあ、ベンチから見れば信用できると言いますかね、だからそれにのっとって、はっきりした守備位置してますがね。そうですね、まあ、いいじゃないですかね。したがって三遊間は大きく空いていますが近めです。当然こういうシフトだったら近めを攻めてくるわけですが 2-3、
どうでしょう中西さん、ややこういう外れた時に北別府が徐々にこう応えてくるというね、そういう、まあ、球数に来てますね、余裕がなくなってきてますからね、はい、やっぱりトップバッター歩かしちゃいかんという頭もっとって、なおかつフォアボール出すわけですから、はい、疲れてきとることは事実ですね。今日は3回とも全部出塁という清原を置いてバッターデストラーデ、このシリーズはヒットは2本ですがいずれもホームラン、フルカウントです、ランナースタート、フォアボールです、ノーアウトランナー二塁一塁。だからさっきまでのボール の、 その外れ方よりも大きくなってきたでしょ。そうですね、この辺がやっぱりそろそろ疲れっていうものを感じさせますね、はい、先ほどはもうボールって言っても本当にボールをもうボールの4分の1ぐらいの、ね、そうでした、あれが今のになっても完全に1個近くもう外れてますからね、まだしかし山本監督の動きはありません、まあ、の第1戦で川端あるいは金石ということを、ね、はい、最後ちょっとあの試運転で使いましたがかなり通用するんじゃないかという手応えは山本監督は掴んでると言ってました、今セカンドランナーの清原がちょっとタイムを要求して井原コーチのところに行きます。ここは中西さん、清原はどういうつもりで行ったんですかね、まあ、いろんな意味の確認と確認、相手のピックオフの体型とかいろいろなことを、ね、はい、データで持っとると確認に行ったんですね、はい、小井茂が送ってくるケースになりました。6回の表ノーアウトランナー二塁一塁、まあ、過去の日本シリーズではホームランを打った後送りバントをして最後に伊藤のサヨナラヒットを呼んだというような活躍もありました石毛です。三塁側から照明灯の影が伸びています。その影の後ろに若干正田が下がりました。ノーアウトランナー二塁一塁、バットを引いた、今のはボールだと思ったんですか石毛は。どうですかね、まあ、彼はねファーストをまずしようと思ったんじゃないですか、そのチャージがあまりにも激しいんで、まあ、見送ったというかね、うん、今のはボールとは思わんでしょう。そうでしょうね、セカンドランナーの清原はじーっと三塁ベースコーチ井原の動きを見ています。バッターは石毛、ノーアウト二塁一塁、ピッチャー前、北別府三塁です、フォースアウト、この辺は山さんシーズンゲームではきちっとセーブをやってくるんですけどね、まあ、してベテラン石毛ですからね、やはりね松下さんね、はい、やはりファースト側やろうという考えが多分にあったんですね、その後がやっぱりファーストのチャージが非常に大きいということで迷ってたんですね、だからあのピッチャーとファーストの間で殺そうと、あのこのケースをサードに取らすということは一番簡単に言えるんですが ね、 そうですね、殺される確率はね非常に失敗の確率はサード側やった時の方が多いんですね、だからまあピッチャーとファーストの横で殺そうとしたのが真正面行きましたね、少し狙いすぎたということになるわけですか、そうですね、森監督はあのセントラル の、 このピッチャーのバントへの出しというのはパリーグと違うということはもう第一戦で明らかなんだからその辺を徹底しようという指示を出しています。特にあのパリーグの場合は外国人選手というかね、はい、打つ人がファーストにおりますからね、パリーグの場合はもうやらせてアウトを取ろうというケースが多いようですね、確実にね、まあ、ここはそういうわけにいきません。さあ吉武です、やっぱりポイントの左バッターに回ってきましたね、チャンスが。そうですね、一番嫌な場面でしょう、吉野側に取るはね、はい、まあ、木川さん、森監督はそろそろこう奥の手というか秘策みたいなものも第3戦以降は出したいというようなことを言ってたんですがデストラーで石毛でダブルスチール、まあ、ただね今日の北別府非常にランナー見てますね、やはりちょっと注意されますとそういう手はなかなか使えないですね、ね、
あセカンドいい当たりですが4、6と渡って一塁はダブルプレー。サベットこのピンチをしのぎました。翔太の軽快なプレーでしのぎました。6回の表が終わりました。依然として0対0です。1991ニッポンシリーズ。さあ6回の裏です。5回の裏威力のあるフォークボールを渡辺久信が投げますと6回の表ノーアウト2塁1塁を北別府が抑えるという。いやー木村さん4安打と2安打ですね。まだ本当にもうピッチャーの持ち味が十分出てピッチャーだけが野球やってるようなそんな感じですね。野手はちょっと気の毒ですね、まあ、とにかく広島の山本監督も大下ヘッドコーチももう打てないのは慣れっこだから、まあ、こういうゲームはもう慣れてるということなんですが、さあ前田からです。2番からという高打順うまく引っ掛けた辻前ですね、うん、難しいね、難しいですね、5年前のシリーズを振り返った時に山本監督は辻がねそれほどの高打者というイメージはなかったんだけど辻のファインプレーに何回もやられたというやられました、ね、そういう記憶があったと言ってましたね、もう抜けたっていうのを取られるんですからね、非常に守りの非常に読みのいい選手ですね、はい、今のでも足が動いてなかったら危ないんですよね、ハーフバンドになってね、はい、この辻というのは中西さんもセカンドベースマンとしては182センチありますから非常に大型なんですが、そうですね、そういうこう大型というものを感じさせます、ね、非常に小さな動き細々とやっぱり動きますね、はい、さあ渡辺が何を狙っているかちょっと掴みづらいという西田が登場しました。松下さん、はい、松下さん、はい、一塁側なんですけどもね、その渡辺についてねカープの方はね、まあ、セリーグにはなかなかいないタイプのピッチャーだなと言ってましたね、うん、まあ、昔の巨人の江川投手ああいった感じの高めの勝負ができるピッチャーだなというふうに見てましたね。あそうですか。なかなかいいピッチングしてるんでね、はい、なぜ勝てないんだろうと、あーはーはー、シーズン中にねなぜ勝てないんだろうかなそういうような声も出てたんですけども、なかなかマウンドさばきもいいし、まあ、今日は調子もいいんだろうと、緩い大きなカーブもねなかなか効果的に決まってると言ってましたね、はい、ただねさっき松下さんも言ってましたけども、はい、カープの方とするとこういうゲームはねシーズン中は慣れてるんで、まあ、今日はカープらしいゲームなんじゃないかというふうなベンチ側の声でした。なるほど。 RCC の寺内アナウンサーのリポートでした。ただやっぱり木村さん後半の渡辺っていうのはね、はい、かなり自信を回復してますから。そうですね、サード正面あちょっと危ない感じだったんですが清原この松永からもらったグラブなんですが中西さんも1年間ね、はい、使わないもんですからずっと自宅に置いてあったそうですよ。あそうです、ただまあそこからね言われてるようにカープらしいゲームだなっていうものに持ってきたわけですから、取らなきゃいけませんよ、今日は清原は渡辺富雄のグラブを使ってるという今情報も入りました。これが清原のグラブ。なかなか小早川の前にねスコアリングという形は取れませんね、はい、このアレンがつながないと小早川にチャンスが回ってきません、ね、今日はとにかく小早川の2安打だけ。ああ三遊間抜けた。これは山さんアレンの好きなこの緩いボールが近めに来ましたね。そうですね、特にインサイド寄りですから、非常にいいスイングしましたね、はい、やっぱアレンっていうのはねツボを持ってますよ、はい、うん、そういうボールが自分の視野に入った時の打ち損じが少ないですね。あなるほど、はい、もうこのアレンも去年は25本打ったわけですから、ライダーを近めに持ってきてるんですかねこれは、左腕を本当にね窮屈そうに打つんですけどね、畳んでるんですよあれ、なんか右手の力でグーンと打ってるっていう感じしますけどね、左の肘をあえて抜かないとあの球全部詰まりますから、はい、さあ小早川の前にランナーが出ました。ツーアウトランナー一塁、あー西武の外野は深いですね。これはもう長打警戒。これではたとえどうでしょう中西さん、ファーストランナー足の速い選手でもちょっと変えれませんかね。このケースで変えれるのは右中間ですから ね、 右中間ね、ライトが非常に右中間の寄ってますわね。寄ってますね。
そういう意味では中西さん、この、あのシリーズはあの両チームの守備体系を見てるだけでも面白いですね。あ、そうですね、やっぱりそういうところをつぶさに、さすがにやっぱり、ね、はい、優勝したチームで研究してますね。今日2安打小早川。近めのストレートです。やはり泣きどころへ勝負どころは来てますね、この今の泣きどころですよ、まあ、どのバッターがあそこは打てないんだけどね、あそこをきっちり打ってフェアテリトリーに打つなんていうのは至難の技だけどね、一生考えてもできることやけどスリン手の長さが邪魔するとこなんですね。もう一つか、うわー一塁線ファール、もう一つ来ましたね。走ったところも良かったしね、 あれだとライン際でも帰れるということで ね、はい、そうですね、はい、今の面白いですね。これでもしアウトになってまたトップでというね、なるほど、はい、小早川を生かしたいというね、普通のツーベースはとてもじゃないけど帰れないというね、お互いにそういう相手のいいところも見ています、はい、うん、さすがに1球牽制球を挟みました。まあこういう試合の中の駆け引きというのはやっぱり監督さんの力量になってきますからね、そうですね、はい、森監督も非常に厳しい表情です。今度はキャッチャーがセカンド送球、あ、滑ってセーフ、あー、ちょっとみんな足がベースに入ってなかったような感じもありますが、石川抗議、だからどうですか、グラウンは行ったんだけど足がうまく抜けたんじゃないですか。いえ、見てみましょう、見てみましょうね。ちょっとこれフォーク気味に来ましたので ね、そうですね、スローインも若干遅れます。キャッチが早かったんじゃない、ほら、あ、入ってます、タッチしてる、入ってますね、あ、なるほど、入ってますね。アンパイアが真後ろでしょ、あ、そうですね、アンパイアからしたら見えないですよ ね、 そか、ちょっとあのアンパイアのポジションの関係で、これは森監督のとこからはよく見えましたからね、そうでしょうね、これは当然抗議に行きます。あ、しかしあれですね、岩崎君から言ってるけど石毛はさすがだね、今のうまいですね、ベースカバリングですね、タッチするね、なるほど、若い時からずっとショートやってますからね、スパイク当たってくるとこにね、グラブがね、体立ちになったんかと思ったらね、やっぱりさすがにもうついてるね、今のはもう完璧なタッチだね、はい、もう一回見てみましょう。これは伊藤が本当にあのベースの上に投げてきました、これです、あ、そうそう、足のとベースの間にも入ってるもんね、ちょっとアレンのスライディングが手前が届かずっていう感じで、ね、上がったもんですからね、だからね、あれよりも、ね、早く抜けたんかと思ったんだよね、はいはい、足がであの手グラブがね、だからきっちり折れたところへグラブが行ってたね、アンパイアからしたら今中西さんおっしゃったように見えたんでしょうね、うんうん、そうですね、後ろから見えますから、からタッチにね、やっぱり体の大きいっていうのはプラスになりますね、こういう時は。そうだね、僕は小さかったから非常に大きい人は羨ましい。長井さんなんかもお尻だけで見えなかったですね。あ、そんなことないです。僕は172センチですからね。あ、でもその分補う横がありますね、幅で、ね、さあしかしこういう時にやっぱり森監督がこう締めると言いましょうかね、はい、これどうですかね、嫌なバッターと勝負するようになりますな、これ近め近めの後1球フォークでした。今度は 2-2、 6球目2アウト2塁、ああ変化球です、しかしついていくからね、山本さん、この小早川の記憶の充実ぶりっていうのはこのシリーズでは光りますね、それでやはり結果が出てるだけ、はい、もう気持ちがもう前いってるでしょうしね、もう何でももう打とうとするね、はい、この気迫が十分出てますよ、わずかあのヒットっていうのを固め打ちするタイプなんですね、まあ、ヒット打っていくたびにゆとりが生まれるんでしょうね、今年、はい、もシーズン中には5安打固め打ちというようなこともありました。トゥトゥ渡辺は7球目、あー近め、またフォークでしょうか、フォークですね、フォーク、いやー渡辺5回6回とこのピンチにフォークが冴えています。今日2安打の小早川を抑えました、あ挟んでますね、インサイドのね、
一番見やすいとこからトーンと打ってますもんね。そうですね、その前にやっぱり高めのストレートも効いてますね。効いてますよ。いやこれはなかなか北別府と渡辺久信を攻略するのは難しい。6回終わりました、0対0です。1991 Nippon Series。西武の応援機が揺れている三塁側奥の広島市民球場内野スタンド、その西武の攻撃ラッキーセブンに入ります。そろそろ山本さん、この両チームのピッチャーの買い時、あるいは代打の使いどころ、そういう展開になってきますね。なってきましたね、今日もヒットが出ません伊藤です。6回にはフォアボールを2つ与えまして、ノーアウトランナー2塁1塁という大ピンチがありましたが、石原の山さん送りバント失敗で助かりました。これは西武にとって大きなミスですね。これはどうでしょう中西さん、ダグアウトにいると首脳陣もこう喉が渇くと言いましょうかね。そうですよ、こういう試合はね神経使いますよ、こういう時のバッティングコーチはやってよかったねこれだけいいピッチングされるとね、これは中西さんがいくら葉っぱかけてもなかなかね、そうですよ、ミーティングを開いたぐらいにはちょっとね打たせてくれませんね。ここまで北別府に4安打という西武ライオンズ、そういう意味では若干木村さん、今日はその西武のサイドから言うと送りバントの失敗があったりエラーがあったりということで、そうですね、まあ、広島のペースにはまってますよね今ね。そんな感じですね、もうこのバッターにしてもなんとなく打ち気に行けばボール、考えてる間にストライクが来て打たされてるっていうのが多いですよね、はい、2エンド2外側のスライダー、なかなかこれをしかし山本さん芯で捉えることができないんですね。それとやはりね西武のバッターの特に右バッターはインサイドもあるということが頭の中に少しあるんですよね。やや腰が開いて、引けて、バットだけ出てるというね、力強さがないですよね外側の球を打つときに、ですから中西さん、西武打線というのは縦の変化に弱いということを言われますが、もう十分この横の揺さぶりでもトップのように抑えられますね、弱いんですよ、シュートがあるピッチャー嫌がるんですね、近めです。例えばあの今年も昨年もそうですが、日本ハムに内山というピッチャーがいますが、あのシュートをなかなか打てないんですね、そうなんですよ、シュートというのはやっぱりギリギリのところでちょっと食い込んできますからね、思い切って踏み込めないとなると外の球もというね今の話じゃないけど、両方に影響しますからね。山崎というピッチャーですね、近鉄に、あまり他のところで成績良くなくても、まあ、西武戦においてはいいというケースがあるんですね、バッターは渡辺久信、初球攻撃鈍い当たり、サードとショートが交錯しました。これだね、桐山さんの方が言ってるからね、今のは完全に桐山さん野村のボールですけどね、そうなんですね、山崎が行き過ぎたんですよね、行き過ぎましたね、だから野村がちょっとボールを見失ってしまったっていう感じですね、結果はショート野村のエラー、引っ掛けた鈍い当たりです。ここまで行ったんですからね、もう取ってしまわなきゃダメですよね、逆に、逆に取ってしまえばよかったですね、ショートの邪魔をしたっていう感じですね、おっとっとと思った時にはもう止まんなかったという、だから野村も一塁の方向いてますよね、タイミング的に。さあここで山本浩二監督出ましたね、ここはスッと変えるケースも山本さんありますかね、どうでしょう、あるでしょうね、ああバッテリーと内野陣集まって山本監督が話をします。松下さん、はい、石川さん、森監督がさっきちらっと出てきましてね、ゲームも寒いけども三塁側のダグアウトは冷え込んで寒いんだよとこう言ってましてね、つい先ほどあの炭火がね入りましたね、三塁側のダグアウト、
そしてね、前田スコアラーに聞いたんですが、今日の渡辺久信はシーズン中にもないくらいのいい調子になってますね。そうね。で、まっすぐは速いし、フォークもよ、はい、よく落ちていて、この高低のね、コンビネーションがなかなかいいって言ってますね。それから北別府に対しましては、さすが北別府であると、はい、内外角の出し入れが本当にうまいと、うん、そして2、3まで行ってもいいやと、はい、そういう気持ちでピッチングしているんでね、逆にうちのバッターは打ちづらいんではなかろうかと、いずれにしてもいいピッチャーですねと絶賛してましたね、はい、ライオンズリポートは TBS の石川アナウンサーがお伝えしました。さあ、嫌なとこで今日ご覧のようにヒットヒットフォアボールと、ちょっと嫌なムードの辻を迎えましたね、北別府としては。そうですね、まあ、そういう意味でさっき山本監督が言ったんですね。あ、そうでしょうね、近めのシュートです。然としてこのシュートは切れています。まあ、とにかくピッチャーにとってはもう一番大事な右の肘を昨年痛めました。その痛い肘に注射を打って今シーズンに備えたという北別府。今年は3年ぶりの完封もありました。3年ぶりの2桁勝利。さあ、グエンドワン、まあ、場内からちょっとブーイングですね。この達川のキャッチングを見てみましょう。これはスパッ、ちょっと下を向きますか、うん、まあ、今のはあそこを狙ってるんですよね、ボールのところを ね、 なるほどね、バッターを釣ってるんですよ。さすがに辻が手を出せなかったというところでしょうか、ファーストランナーはピッチャーの渡辺久信。ここは中西さん、やっぱりピッチャーとしては打席に立たないと同時にこのランナーとしてもほとんどね、はい、出るケースがありませんから、はい、しかし渡辺というピッチャーの足の強い選手ですからね、強い、はあはあ、ハイジャンプもできるような、ね、そうですね、走れますよね、はい、あのオフの運動会なんかではね、大体ハイジャンプはこの人打ちますもん ね、 そうですね、その渡辺をランナーとして置いています。先ほども松下さんが言ってましたけど、あの辻君は入団した時はね、はい、インコースはもうプールですね、引っ張るということができたんですね、はい、だからあの指の骨折とかいろいろありましてね、ありました、はい、結局今の右へというをつけるバッティングになりましたね、今年はあの近めに来たのはまた体をくるっと回転させてホームランというケースもあります、はい、そうですね、ですから辻の打球はもうレフトのポール際に行くか右中間に行くか、そうなんです、この強い時にはこの人が9番におったわけですからね、うるさかったですね、さすがに山本さん、北別府もその辻が押っつけきれない外側のスライダーをね持ってきてます。まあ、とにかくこのケースはしつこいぐらいインサイドを攻めながらのスライダーですからね、ちょっと踏み込んでいくということは非常に難しいですよね、まあ、それでもなんとかカットしますね、そうですね、はい、まあ、アウトになってもセカンドへ送ろうという気持ちがあるですね、最初のドラッグバントにしろね、もう社会人時代はもうスラッガーとして定評になりました辻ですが、完全にプロに入ってモデルチェンジ、三振、これは見事なスライダー、行きましょう、ね、ここまで来ると本当ピッチングの何か芸術的なものを感じますね、そうですね、だから本当にねこういうゲーム見ながらね、はい、ボールのその速さ力強さがなくてもこういう技術を身につければ通用するよっていうものをね、なんか本当にこう若いピッチャーなんかは覚えてほしいですね、そうですね、ともすれば今の時代力に頼りがちな部分ありますんでね、はい、さあここで西武は阿部を代打で起用します、まあ、西武には森、阿部、そして若手の鈴木健、非常にいい代打要員が揃っています。
この辺の中西さん左の代打要員というのは層が厚いですね西武は。厚いですね。だからこれらの人があの守ってでも出られるようにならないかんですね。そうですね、守りでね、ツーアウト一塁と変わりました。西武のチャンス。どちらかというと左の打者がちょっと少ないというね、いわゆるレギュラーメンバーの中でね、そうですね、はい。ただ今年はあの清原の代わりに森を使ったらその森が大当たりしたり、はい、あるいはロッテ戦で鈴木健が大活躍とか、そうですね、あるいは近鉄戦でね森監督がおフラフラっといった打球ですがセンターの前、前田突っ込んだ、アウト。出ましたね前田のファインプレー。もう出足がいいでしょう、第一歩はね球の判断が非常にうまく早くジャッジできる選手ですよね。これを見ましょう。阿部も泳ぎながらよく拾ったんですがギリギリで取りました。前田のファインプレーが北別府を助けています。7回表終わって依然0対0です。爽やかな秋晴れに覆われました広島市民球場、本当に刻々と秋の深まりを感じさせます。さあ果たして1991年の日本シリーズ実りの秋になるのは西武ライオンズか広島東洋カープか、守り合いです。7回の表終わって0対0カープの攻撃は山崎から。なお西武は先ほど代打の阿部がそのままレフトに入りました。ちょっと中西さんレフトを誰に使おうかとなんかこう迷いもあったようですけどね、そういう感じですね。井原コーチと盛んに相談してましたね、見つめている。ファール、ファールですか。ですね、ファールですね。ほんの少しですね。いや残念という山崎。ライオンさん祈る気持ちで走ったでしょうね。そうですね。入ってくれるとね。消えるな、消えるなってね。真ん中高めという感じですか。体も思わずこうね、そうそう内側にこう走りながらね、気持ちはわかりますね。ちょっと最後あの打球が行ったところがあのスタンドが白いもんですからはっきりとわからなかったんですが、まあ日本選手権です。6人の審判でジャッジされています。今日はプレータンパイヤーが立花パスイック、一塁塁審がセントラル井野、二塁塁審パスイック藤本、三塁塁審はセントラル小林、外野の審判はレフトがパスイックの前川、ライトがセントラルの井上です。これ中西さん審判の皆さんにとってもこの日本選手権のこの真剣勝負というのは疲れるでしょうね、はい、疲れますよ、特にこういう本当に1点を争うゲームですからジャッジも大変です。近めのカーブを打たされました。デストラーでさばいています。7番キャッチャー立川、ね、日本全国ここでしか野球やってないんですからね。そうですそうです、みんな注目しとるわけですから、このテレビでね。そうですね、まあ、また本当にねここでするために2月から一生懸命やってきてるわけですからね。そうそう、ほらみんな緊張してますよ、もう他球団はすでに秋季キャンプに入ってるチームもありますしね、もう来年に向かってるわけなんですが、まあ木村さん、おそらく選手の気持ちとしては当然これもうあの日本シリーズでやりたいという気持ちがあるんですが、あまりこういうシビアなのは本当はこう逃げ出したいようなね気持ちもあるんじゃないかと思いますが、あっとデッドボール、左の肘、もろに当たりました。スライダーですかね、あそうですね、ちょっと回転かけてますね、それがそこに抜けたんですね、思わずちょっとこう手で払いに行ったというような感じもありますね、この近くに来ましたから、スライダーだから余計切れなかったですかね。そうですね、
これこの間八木沢ピッチングコーチとちょっと話した時に、とにかくあの右ピッチャーというのはこの内側にすっぽ抜けるのが怖いんでね、だからあの打ち取ってる打ち取らないは別としてやっぱり右バッターには投げづらいもんだという話をちょっとしたんですが、肘のね、骨とかに当たってるんでしょうね、だからちょっと手が肘そのものが今しびれてるかもわかんないですね、はい、そうは言ってもね、頑張ってもらわなきゃ広島は困りますんでね。その一塁側のダガート前には上田が登場してキャッチボールを開始しました。今年は達川決勝の時に上田を使ってこの上田が大きなホームランを打つというようなケースもカープはあったんですが、いやはりなんといっても山さん、この達川を欠くわけにいきませんもんね。これは達川も頑張るでしょうね。行っておりますので誠に恐れ入りますが、今しばらくお待ちくださいませ。これは当然達川治療でダグアウトに引き上げますが、山本さん、ワンアウト一塁で現在北別府がまだネットバッターサークルとかいるんですが、代打というようなケースがありますね。今日の投球見てるとね、なかなかこう変えれないでしょうね。北別府も 100% もう乗り切ってると言いますかね、そうですね、乗って投げてると言いますかね。またあの6回のフォアボール2つの後、7回はペッとこう立ち直ってますからね。そうですよ、これ逆に木村さん、こうデッドボールを与えた後のピッチャーの動揺というのもあるんですね。そうですね、ピッチャーってのはね、まあ、どっちかというとこの渡辺ソロブっていうのは、まあ、すっぽ抜けることが多いタイプですからね、はい、ただランナー出したっていうことは嫌でしょうね。そうでしょうね、この終盤に来てね、まあ、達川の様子が出てきました ね。もうやっぱり ね、こうしていいピッチングしてる時には、ね、キャッチャーは動かせないんですよね。あ、そうですね、長井さん、やっぱりキャッチャーというのは第二の監督と言われるぐらい、はい、本当に大切なポジションですからね。そうですね、やっぱり一日そうは指図ベンチからできない、はい、任した部分がありますからね、キャッチャーにね、怒られるもキャッチャーですけどね、そうですね、一番ね、はい、さあ、達川のデッドボールでワンアウトランナー一塁、まあ、これでおそらくバンドで送るというケースを作るでしょうけどね、はい、難しいんですよ、達川がランナーの時のバンドは、はい、4回以降は両チームともランナーを送り合っています。バスターデストラーで弾いた、しかし拾って一塁はアウト、2アウトランナー2塁、デストラーで弾いたんですがすぐ拾って自らベースに入りました。あ、森監督はこれやっぱりレフトを変えるために出てきました。2アウトランナー2塁というところで外野を変えます。羽生田が出てきました。羽生田ライトでしょ。あ、ライトに入れますね。吉武をレフトに使います。まあ、日本シリーズの規定でいきますと18回までこの中で決着をつけなきゃいけないということなんですが、ちょっと今日は延長の様子もありますのでなかなか選手を使いたくない気持ちもあるんですが、松下さん、ここは使います。はい、一塁側ですけどもね、はい、達川選手なんですけどもね、あの一応左のね、あの肘のちょっと上のあたりなんだそうですけども、スプレーをしてね出ていきました、はいはい、その時にね本人もね行きますというふうなことでね、あの声を非常に大きくしてましたね。あ、そうですか。そしてあのコーチからもね周りから頑張ってこいと、そういうふうな声がね一塁側のベンチの中響いてました。はい、まあ、ある意味では山本さん、もうチームの最年長ですから、達川もね、こうチームをこう引っ張ってるという感じありますね。いや、ゲームの流れを考えるとね、はい、これはもうどんなことがあっても休むわけにいかんですよね。そうですね、その達川を進めた形になりました。カープ2アウトランナー2塁、バッターボックスには正田が入りました。今日はセンターフライとフォアボール、非常に気合の入ったいい顔をしています正田。近めのカープファール、さあ中西さん、はい、このところランナーを出してはフォークボールで渡辺久信は切り抜けているわけなんですが、まあ、その分前半よりはスピードボールが落ちてきたということで、キャッチャーも分かっているんですね、はい、その切り替えた通りその球がまたいいところに決まるからね、ただどうでしょう山本さん、どうしてもカウントボールでややその威力の落ちてきたストレートを使わないわけにいかないわけですね。やはりストレートというのは必ず投球の中に混ぜるんですよね、
これをどこで配球してくるのか。ツーアウトランナー二塁。まあ、2年連続首位打者を取ったこの正田にとっては今年は尾形が成長してきたり、あるいは原がまたセカンドに回ってきたり、そういう意味でそのライバルとのまた木下さん戦いというものもチーム内にあったわけですね。そうですね、まあ、一番は本人が自分のバッティングっていうものに対してもう一段ステップアップしたかった。なるほど、もうそういうふうな他の人間相手じゃないですね、自分自身が相手ですね。翔太の本当にガッツのプレーを表すようにヘルメットは真っ黒です。このセカンドランナー達川が帰ると貴重な1点が広島に入ります。トゥエンドワンショートです。ランナー3塁に向かっていきますがボールは1塁へ。このピンチもしのぎました。ああ、ほっと一息という石毛の表情をご覧いただいています。7回が終わりました。0対0です。西武は8回この秋山からです。さあ木下さん、西武は8回の表3番の秋山から、カープはこの裏トップの野村から、ここで何か動きがありそうですね。そうでしょうね、この8回両方のチームにとって、ね、得点チャンスですね。そうですね、はい、なお今日の有料入場者数は 27,713 人と今発表になりました。今日は秋山サードゴロ三振ショートゴロ、いずれもランナーを置いて凡退しています。なんといってもうちの打線のキーポイントはこの秋山だと言っている森監督。今日4回目のアットバット、あ真ん中高く上がった左中間、これはどうやら行きそうです。西武が先制、ね、あ行ったね、秋山に出ました。このシリーズの2本目のホームラン、高々と秋晴れの広島市民球場の左中間に上がりました。秋山らしい素晴らしいホームランが出ました。ただいまの秋山選手のホームランはシリーズ第2号でございます。山梨さん、実にですね、はい、乾いたカーンという音が響きましたね。そうですね、スムーズに出ましたね。あバッターはここまでのですね、この3打席全部1球目インサートから入ってるんですよ、はい、あはおそらく達川が計算からするとそろそろもうホームランが一番怖いわけですから、それでおそらく外から入ったんでしょうね。これやっぱスライダースライダーですね、全部シュートから入ってるんですよ、それまでの3打席は、はい、それで秋山は開かされて失敗してたんですね、打ち方としては。この辺当然山本さん、相手にはこうデータがそろそろ集まってるとパターンも変えなきゃいけない、はい、ただ今まで打ち取ったパターンを変えるというのは勇気のいることなんですけど ね、そうですよね、まあ、特に今日の北別府の場合は達川のリードに任しきってると思うんですよね、はい、だから素直にホッと吐いた1球でしたと、1球だったと思うんですよね、それを本当に見事に捉えました。清原ワインエンドワン、今日初めてストライクを取りに行ったんじゃないですか、あのスライダーね、取りに行った、ストライクが欲しくて投げたっていう感じしますね、しかしこれで中西さん、また西武の得点をホームランによる得点 で、まだタイムリーの点がないですね、そうですね、それもスライダーというね、はい、スライダーがやや甘く来たというね、だからスライダー中球はアウトコースギリギリかボール1個出るところでね、出口があるんでね、これが真ん中近く入ると怖い球になりますね、そこにやっぱり北別府の気持ちの中にどうしてもストライクを先行させたいというちょっとね気持ちの変化があったんでしょうね、はい、さあここでライオンズとしては俄然勢いづいてくるわけです。応援団も本当に元気になってきました。しかし松下さんね、バッティング中のはね、ああいうたまにフッとね間違ってくるやつを打つのがバッティングなんですよ、コーナーギリギリ来たらそう打てませんよ、はい、それを逃さなく打つのがやっぱりクリーンアップですね、まあ、我々はそれを嫉妬とは言いたくないんですがその相手の若干のね気の緩みをどう捉えるかなんですね、はい、そうなんですよ。しかしスライダーあれですね、あそこへ決まれば誰も手が出ません。ロ
しかし池田さん、この北別府の気持ちの切り替えは見事ですね。見事ですね。さすが本当にベテランだと思いますね。さすが現役最多の190勝投手。まあしかし一つ山を越えるとまた一つ、そしてまた一つとやってくる西武の重量打線です。今度はデストラーデ。このシリーズ西武ライオンズのホームランはこれで6本になったわけなんですが、ストレートを打たれたのはあの第2戦のデストラーデ、川口のストレートを打ったトゥーラン、これだけですね。チャンスはありながら行き詰まるような投手戦で7回終わって0対0、ついに秋山のホームランで均衡を破りました西武ライオンズ。詰まりながらの無人のショートの左、まあ、不審不審と言われた今シーズン、それでも2冠のタイトルを取りましたデストラーデ。今年金川さん1回だけあの先発から外れたことがあったんですけどね、デストラーデ、ノーゲームになったんですね、はい、あなるほどね、一時期悪かったですかね、はい、確か左打席が悪いもんですから、右ピッチャーの時に右打席で打ったことがありましたねデストラーデ、はい、いやああいうのはやってましたね、どうしてもタイミングが取れないっていうのでね。ワンアウトランナー一塁でバッターは石毛に変わりました。今のデストラーデのヒットで西武ライオンズは6本目のヒットになりました。山本さん、こういう相手がちょっとしたミスをした後というのは西武は畳みかけてくるのがうまいんですね。これは広島にも言えることなんですよね。7回の裏、北別府に打順が回ったときにそのまま北別府をバッターボックスに送りました山本監督ですが、その北別府が8回の表先頭バッターの秋山にホームランを許しました。石毛のセーフティーバント、三塁山崎、一塁はアウトです。記録は送りバントという形になります。ツーアウトランナーセカンド。そして森監督が動きました。今の石毛のバントです。ピンチヒッターは鈴木健です。橋さん、ここでもう1点取るとかなり流れとしては西武に傾きますね。その通りですね。だけどよく思い切ってやりましたね。これはピッチャー変えるでしょうね、うん、これは、まあこれを歩かすかピッチャー変えるでしょうね。とりあえずピンチヒッターはね、次の伊藤のことを考えます、今年4年目のシーズンを迎えて、そして見事なホームランを、はい、9月23日の近鉄戦、本当に劣勢の中の同点ツーラン、まあ、あの試合の前に森監督がこのゲームを取った方が優勝なんだと、ね、選手に言ったゲームでね、鈴木健が打ったんですが、あれは大きかったですね、私もちょうど仕事してましたが、はい、まさかと思いましたがね、うん、高めのボール気味のスライダーがカーブだったんですね。カーブだったですかね、普通ならもう詰まるというところですが、まく回りましたね腰が。とにかくあのファームとはいえ4割というね、はい、アベレージを今年残したわけですからね、うん、スタンディングで、ということはやっぱりボールを捉えるというのがうまいというか、ややあの体の割にはバットの出が遅いというねところがあるんですね、でも使い込んでいけばその一軍のスピードに慣れてくると十分に対抗できるものを持っとると思いますよ、ね、はい、これ清原がファーストじゃなかったら使いとこたいとこですよ。その通りですよ、ね、ピッチャーは石抜きに変わりまして、どうやら鈴木健には代打の代打が送られるようです。8回の表ライオンズが1点を先行したゲーム、日本シリーズ第3戦です。それではコマーシャルどうぞ。この秋山のホームランでライオンズがついに均衡を破りました。松下さん、はい、その秋山のホームランダーマなんですかね、
真ん中から外寄りのスライダーだそうですね。でそれまで3度ランナーを置いて打てなかったので、はい、自分に対して怒っていたっていうんですね。怒りの一発ですとこういう談話ですね、はい、で初球はねいいボールが来たら逃さずに狙っていこうとその狙い通りのホームランだったようですね。で秋山がバッターボックスに入るときにもう延長は嫌だこの回で決めていこうとそういう声に送られてバッターボックスに入ったそうです。あそうですか、はい、三塁側ライオンズのリポートは TBS の石川アナウンサーがお伝えしています。まあ、この5年前の日本選手権シリーズで絆さんこの秋山が、ね、ホームランを打って同点ツーラン、はい、そしてあの例のバク転をねバク転をね見せられましたね。あのゲームはあの金石がツーランを打って、はい、広島が先行したゲームだったんですよね。そうです何やるんか思いましたけどねさあマウンド上に石抜きが上がりました。今年は山本さんこの石抜きがプロ入り初勝利をしたりですねこう成長の後を見せたシーズンでもあったわけですね。この人は中継ぎでね、非常にこのチームを救いましたよ、はい、だから左ワンポイントだけじゃなくてね、ある程度長いイニングが投げれるというね、はい、この体でね本当によくスタミナがあるなというねそんな思いをさせられた場面がいくらでもありましたね。体をね目いっぱい使ってね、はい、ビュンビュン来ますけどねそれで度胸がいいですよ、はい、本当度胸がいい。そして西武も鈴木健から田辺に代打の代打が起用されています。ツーアウトランナー二塁今年は自身2本目の満塁ホームランも記録しました田辺。最初の満塁ホームランはランニングホームランでしたから初めて柵越えの満塁ホームランを打ちました田辺です。おどうでしょう、山本さんこの石抜き日本シリーズでこの第1戦で出てきましたけども、ええ、ちょっと達川とのサイン違いみたいなのが2球ぐらいありましたかね。なんとなくこうね上がってたかなっていう感じがしたんです。上がってたでしょうね、それは上がって当然じゃないですかね、はい、リードするのはベテランの達川。この石抜きは6月2日4年目の初勝利を飾りました。その時にはとにかく今までは怪我が多くてやっと掴んだこの初勝利が本当に嬉しいですと喜んでいました。それから木下さん8月26日には代打で出てきましたね、はい、この人がそうだったですかね。送りバントやったんですよ。バント得意なんでしょうね。そうでしょうね。やっぱ一番印象的だったのは僕は太陽戦で先発して勝った試合だったですね。あの時カープにピッチャーいなくてね。そうですそうです、いっぱいです。素晴らしいストレート2エンド1。ああ中西さん気合入ってますね。入ってますね。まあ、この田辺の場合は2ストライクまではカーブをおよそ待っとったような気がしますね、はいはい、ああここは追い込まれましたが2ストライク1ボール。秋山のホームランが飛び出して8回の表1点をリードした西武ライオンズです。後頭の北別府に代わったサウスポー若い石抜き。あランナースタートしましたがファールです。ファールボールにご注意くださいませ。ちょっと木下さん隙があるとこうやってデストラーで走るんですね。そうなんですよね。この人は今年はあの15盗塁成功して失敗は1回だけだったんですね。要するにあの盗塁をする、はい時のその見極め方がいいですね、相手が本当にもうノーマークの時にパッとそれを見抜いて走るっていうね、1点のリードを取りましたセブライオンズの森監督。まだしかし試合は分かりません。カーブです。あーちょっと高い2エンド2。しかし山本さん石抜きとしてはもう北別府の好投を、ね、無にしないためにもここは絶対押さなきゃいけないですね。そうですね、そういう大きなあの責任は感じてるでしょうね。そうでしょうね。でも1戦目より今日の方が非常に楽に放ってますよね、
2エンド2で投球は6球目。2アウトランナーセカンド、カーブです。下がって掴んだ山崎、スリーアウトになりました。いやー、非常に小早川がもう大事に大事にこのボールを取りましたね。しかしついにゲームの流れは西武へ傾いてまいりました。秋山のこのシリーズ第2号のソロホームラン、8回の表終わりました。西武がリードです。さあ木村さん、まあ先ほど石川アナウンサーのリポートではこの延長もひょっとしたらというそのムードの中でね、この秋山のホームランが飛び出したわけなんですが、本当に北別府がストライクを初めて欲しがったんじゃないかなっていうような球でしたね。ふっとこうストライクを取りに行った、はい、今日なかなかこういうボールなかったですよね。まあ、逃さずに打ったこの秋山もすごいですけどね、はい。しかし北別府は本当にあのベテランの味を発揮したいい内容でしたね。そうです。